参議院選挙をめぐる買収事件で公職選挙法違反の罪に問われた元法務大臣の河井克行被告の裁判が東京地裁で開かれきのうに引き続き被告人質問が行われています河井被告は妻の安里氏を当選させるため地元議員ら100人に合わせておよそ2900万円を配ったとされきのうの後半では無罪主張を一転し買収を認め議員辞職をする意向を示していました きょうはきのうつけていた議員バッジを外して出廷し克行被告は公示日前の選挙運動についても罪に問われていますが政治活動の延長に選挙運動があると答えました。